光分析シリーズ2回目となります、はい、今回の症例は右鼠径部痛、また鼠径部痛の症例なんですけども、うん、また違った特徴がこの方に。そうなんだよね。この症例もまた面白くて、前回とこう全く違うから、僕はすごくいいなと思って、この症例ね、うん、前回鼠径部痛があっても病態の種類も違うし、メカニカルストレスの種類も違うという意味でも、この症例すごく面白いなと思います。では今回もお願いします。この症例は両方のね、人工関節を入れた後、もう何年も経ってるのかな、もうすごい相当時間が経って、5年とかじゃないな、もっとすごく経ってると思いますけど、右の鼠径部の痛みが残っているというタイプです。まずね、ちょっと見てみましょうか、はい、どんな動きか。どうかな、はい、これ右も左も、異常はあるんですよ。異常はあるんだけど、症状が強く出てるのは右です。これが介入前ですね。で、今度は介入後の動きを見てみましょう。これが介入後の動きです。おそらくこの介入前と介入後、この違いがね、よくわかんないと思います。でもよくわかんないんだけど、この人は痛みが、こんな何年間もずっと続いてた痛みがなくなってるわけですよ。ここめちゃくちゃ大事ですよね。はい、で、じゃあ何が変わったのかっていうのを分かって、解説がね入ると、あ、そうなのかっていう見え方が変わる。これもまた大事かなと思ってます。はい、で、ちょっとじゃあ説明していきますね。前回の講座でも言ったんですが、この人の成分で非常に特徴があるのが、病態を作っている主な成分は実は側方です。横の成分です。ちょっとおさらいすると、上下、はい、左右、前後、回線です。で、そのうちの横の動き、例えば、このペンで、ちょっと見てみる、これかな、はい、こうやってやってみると、左右両方ともね、これ骨盤というかね、体軸が、体がね、こういう、外側にいってる。で、この側方成分を見る時の見方が、僕のこの見方ですね。体も全部で見てて局所的ではないんだけど、よくセミナーとかで言ってるのは、こういう感じで見なさいと。こうやってここの、この体の範囲でね、大腿のあたりからここの、上部体幹までのあたりがこうやって塊として見えるような感じで、なおかつこれがね重なってるんですよ。軸が完全に区分けしてるんではなくて、右についた時、左についた時って。で、この人はそれがすごい側方の成分が大きいんです。で、ちょっとこれをねもう一回見てみましょう。こうやって見ると、非常にこうね、外側全体が外に行っている時間が長いんです。で、ここでめちゃくちゃ重要なことを説明すると、両方とも同じように外に行っているんですが、この人実は前後成分が左右逆転しています。えっと思うかもしれませんが、ちょっと復習になりますが、前後成分どの辺を見るかといったら、このみぞおちのあたりからこの骨盤のあたりまで、ここのあたりの動きを見ると見やすいですよということを前回お伝えしたと思います。はい、で、それも踏まえてなんですが、実は答えを言ってしまうと、右側は前にあります。角に前にあります。痛い右側は。で、左側は後ろにあります。で、それを先ほど言ったこの、ところですね。先ほど言ったみぞおちから骨盤あたりのところで前から見ると非常に分かりやすいと思いますので、これちょっと繰り返し見てみましょうね。実は左は良くないんだけど後ろに残っていて、右側は、見てみるとこうやって、角に前に行っているということですね。で、前に行っているので、前外に行っている時間がこの人すごく長いんですよ。これがいろんな、悪さをしていると思います。で、今度は、いい方を見てみると、同じように見えるんだけど何が違うかというと、この前に行っている時間が短くて、ポンとこうやってね、途中から内側に転換する時間が早い。これが違うわけです。はい、もう一回見てみます。ちょっと繰り返し見てみますよ。ね。こうやって見ると、介入前はね、外に行っている時間が実は長くて、これ前から見ると見やすいですよ。前から見ると角に前に行ってぐーっと外に行ったままでなかなか戻ってこないような動きをしているわけです。もう一回見てみましょう。前に行って角に前に行ったまま戻ってこれないというね、こういう動きをしているわけです。そしたら今度は介入後の動きを、これを今見た上でもう一回見てみます。まずちょっとね、粗合成分がね、これ後ろから見せても減ってるんですよ、ね、で前から見て外に行ったらすぐ内側に転換するっていう、こういう動きになっているわけです。だから即座に即座に痛みっていうか、歩くのも楽になるし痛みも楽になるということかな、ということが言えます。もう一度見てみましょう。こういう成分が捉えられるようになってくると、本当に歩行の見え方が変わってくるなというふうになんか思いますね。で今度は、スローの映像もありますので、スローでもちょっと見てみましょう。悪い方は全体的にもう本当に外、ね、先ほど言った軸の見方をしていても本当に外にこうやって流れています。で、前後成分、ね、でも見ても、右は前、左は後ろに残っています。そして前、外に行っている時間が長いので、これが、外側の鼠径部の痛み、これは犯人の病態のことを言うと、病態自体は、この人の病態は小臀筋の痛みです。小臀筋の痛み、この外前に行っている時間が長くて小臀筋に負荷が加わっているわけです。はい、今度はスローで介入後の動き、ね、でスローで見てみると先ほどよりも速報の成分が少ないのがね、これ分かると思いますね。で前から見てみると、ね、外前に行った時間が、ね、内側に転換する時間が、ね、早くなります。タイミングが早くなりますので、それで、この負担が減っているわけでございます、ね、こんな感じでございます。もう一回見てみようかな。はい、はい、こうやってなんかね、わからない人もいるかもしれないけど、スローで見るとすごく、僕自身が見ても見やすいなとは思いますね。僕はもうタイミングマニアなので、ついてからこうね、このタイミングをいつもこうやって見て生きてますので、すごい変わったなというふうになんか思いますけど、皆さんどう見えたかなと思いますけどね。うん、なんとなくこうゆらゆら歩いているなというぐらいの感じだったんです、最初は。確かに2本の棒、この重なった棒で捉えるとこの比較映像の違い、そうだね、だいぶ違うなというふうなのは分かりやすいと思いますね。だから先ほども言ったように、体のこの軸を見るときに、ちょっとペンで言うとこういう感じの重なった2本の軸で捉えていくと、体の左右の移動っていうのは見やすいなというふうに思います。で、3日間の集中講座でも、いくつかこういうふうに、こういう例のように映像を出して、で、これはどっち行ってるっていうふうにやると、最初はね、もう半分になるんです。つまり、もうほとんどの人は何も見えてないわけですよ。半分になるってことはね。だからでもこうやってトレーニングしていくと、だんだんこれが8、2ってなって、最後はほとんど見れるような。極端な例だとほとんど見れるような状態になっていくわけです。だから、そういうのを繰り返しながら、こうやっぱりトレーニングは必要だなとは僕は思ってるけど、見え方がまず分かってトレーニングを繰り返していくっていうことが非常に大事だなと思うし、僕自身もだから毎日トレーニングを繰り返しているということが、大事かなというふうに思います。前回ねやった症例との違いで言うと、同じ鼠径部痛でも前回の症例はこうカコカコした動き、ついたらカコンカコンカコンってこうタイミングをワンテンポ停滞しながら歩くような動きだった。で今回のは良くないんだけど、ちょっと違いはカコカコした動きとはちょっと違うんです。トレンデレンの動きというよりも、全体的に横にこうやって触れるような動きなんですよね。そこがね、同じね良くない動きの中でもこの種類としてはそういう違いがあるわけです。横への成分が強いので、股関節ではこの外転モーメントが大きくなっている。だからこういう動きの人って大体股関節もそうだし、この大腿の外側とかこういうとこは張ってきます。ここがね特徴なんです。臨床と照らし合わせて、力学的にどうという話もまた必要なんだけど、それよりもこういう症例は大体こういうとこが張ってくるって、この感覚ってねすごい大事だと思っていて、パッて見た時にこの症例が鼠径部が痛いって言った時にもう私は最初に狙いに行くのは小臀筋です、ということが大事かなと思いますね。先生、この4つの成分を、なんだこう一気に見てるんですか、この動きの中で。ドキちょっと僕はなんかその横って言われたら、なんか横にとりあえず集中して今見て、で、先生が今前後が逆転してるってなったら、とりあえず前後をこうみぞおちをこう集中して見ている形なんですけども、先生はこうどう見えてるというか。くそー、いい質問するなそれはね、ざっくり簡単に一言で言うと全部見てるんだけど、特に後ろから後方視から見る時と前から見る時ではちょっとね見え方が違うというか、見やすさがあるんだよね。だから後ろから見てる時は特に見ているのが、上下と左右を中心に見て、あとは全部他も見ているわけで、前から見る時に、回線と前後を中心に見て左右も全部見てるわけですよ。そういう見方をしてるかな。でトレーニングする時もそうやって普段から見ているから、勝手にパッてなんかそういうふうに見ちゃってるところがあるなと思ってます。ただこれはなんだかドキッて言ったのはちょっと人によって見え方が少し違うかもしれないから、でも僕はなんかそうやって見るのが一番見やすいかなと思って見ていますね。ちょっと分かりづらかったところを繰り返し動画見返していただいて、1本目2本目の動画、同じ鼠径部痛でもタイプが違う、ちょっと思い出して。ちょっと見ていけたらいいのかなという。でね、あとねこういうね全外方の、側方移動の人は結構止めるポイントがある程度決まっているので、これをちょっと今回ね、皆さんに紹介したいと思いますので、じゃあこの方もちょっと続きで、インソールとパッドの方、処方の方ちょっとお願いします。外に行ってから内側に転換するまでの時間を縮めるパッドとして、で前に行っているということを踏まえると、私はね一つ止めるところとして運動療法としてどんなことをやったらいいかというと、でも大事なのは病態が分かる、そして動いている成分が分かる、この2つが分かると、我々のやるべきことが分かってくるということがやっぱりねすごい大事だなと思いますので、そういう形で皆さんも展開、ロジックな展開ができるということが大事かなというふうに思いますね。いや先生、ありがとうございます。今回もこれちょっと僕インソール、全然知識がなくてあれなんですけども、こういうパッドを、僕らでも多分こういうの用意すれば貼れるじゃないですか。先生はこれをもとにこう削って、完成形をお渡ししてる。そうですね。だからある意味あれですよ。だからセミナーなんかでもやるけど、このパッドだけでもすごい効力はあるんですよ。だけどそれをさらにやっぱりゴツゴツするじゃないですか、さらに滑らかに削ったものでやるというのが一番効果があるなと思うから、僕はだから作って、削って作ってますけど、別にパッドだけでも十分いいと思いますよ。だからパッドの知識を身につけて、それぞれのパッドの役割と実際に動いている成分がどうなっているかということで、アライメントも見ないともちろんいけないですけど、そういったことを照らし合わせてどこにポイントがあるのかっていう、このね分かることすごく大事。先生ありがとうございます、今回で歩行分析成分分析シリーズ2回しかないんですけども、でちょっとやってみたというところで、皆さんのちょっと参考になればという。あとは3日間集中講座とか、今まで出られた方、もう一回ちょっと復習を兼ねて、先生の見え方、これを今回解説していただいたわけですけども、反応が良ければまた、これは本当僕の真骨頂だと思ってますし、ここまでのことは誰も言えないと思っているので、希望があれば、こうやってやっていくのもいいかもしれませんね。ということで、ちょっと2回にわたった歩行分析シリーズ、これで終わりになります。ではちょっと皆さん繰り返しちょっと見ていただければ、理解深まるんじゃないかと思いますので、よろしくお願いいたします。では失礼いたします。失礼します。この映像が良かったと思う方はチャンネル登録といいねボタンを押してください。大丈夫です。難しいです。終わりで。はい。ありがとうございました。ちなみに今のこれ見れてるの？まあこれからがいい。まあそのうちじゃあ弟子入りで。